ちょっと待ってよみんな。ヒカル復活希望デモっていうなんか、まあ多分デマだろうけどよくわかんないけどさ。全然盛り上がってないしね。何それって初耳だった。コレちゃんのチャンネルで。コレちゃんのチャンネルで初めて知ったわ。マジで。コレちゃんって言いますよ。気安く。ね、何歳と年離れてんだろう。すげえと年離れてるけど、コレちゃんって言っちゃいますけど、ね。腹毛じじいね。うん。まあ、そんなことよりも、その、なんつうんだろうな。復活希望デモって何？いや、復活すんなデモにするよ。光たち土に帰るデモとかやった方が面白いのよな。何それって感じだよね。面白くないね。単純に。うん。いや、そこは復活するなだよって思ってね。いつまでやってんのって思ったけど、復活希望かいって。なあ。今回の事件よくわかんないのは、やっぱその、いやでもね、俺はほんと正味気持ち悪いなって思うのは、やっぱその、ジェネシス1界隈の人たちがこぞってね、そうやって人が弱ってる時にこうやって、いいいいって叩くのは気持ち悪いですよね。ね。マホトさんだって、いや、そんな、前世紀の時くらいに、マホトって詐欺師だよなって言ってやればいいのになって思って。詐欺師なの。元詐欺師なんだよ、あの人って言って。いや、詐欺師に元もあらへんがなみたいな感じでやればいいのになって思ってさ。何って思うよね。その、ヒカルが、あれだよ。なんだろう。白ひげが、膝ついた時に、ええってやってる。死体蹴りだよね。気持ち悪いなって思いますよね。だから、白ひげがさ、こう、ドゥーン、立ったまま死んでるっていう状態になってなんか刺しに来たっていう気持ち悪い集団ですよねって俺は毎回思ってるんですよ。やっぱそこダサいなって思いますよね。確かに、そのね、まあ、ちょっとすごい昔の話になります。1ヶ月がちょっと前の話。で、それも東海オンエアは、ね、出す時期が遅すぎる。ね、何週間経ってんねんってな。やべえよ、あいつら。ね、感覚じじいだよ。ね、今流行ってる芸人さんのネタ知ってるって言って、今ラッスンゴレラしてんのと一緒だからな。それな。今おじいちゃんが、あ、娘よ、今流行ってるネタやってあげるよって言って、ラッホンゴレライって言って、やってんのと一緒だからな。うん。ギター侍やってるのと一緒だからな、それ。な、ほんとに。古いんだよ。な、もっと、スパンパーンってやればいいのにね。で、やっぱ気持ち悪いなーって思うのはね、タイポンとかだよね。まあ、行っちゃいます、みたいな感じで。な、叩けばいいみたいな感じで、みんなこぞって叩くじゃん。うん。なんか、弱ってる時期にやるんだって思うんですよね。だから柴田さんはその点においてはもうハッ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 って言って若白ひげの光る若白ひげ状態でこうやって光るは詐欺師だって言ってたのはそれすげえなって思うけどね。やっぱそのやっぱ波に乗ってるとこにうわーって石投げるっていうのはすごいよね。意味ないけど、意味ないけどすごいよなって思うけど、でもその他の界隈のマホトとかなんかね、あれね、弱っても死体でワンピースは実在するって言ってこう棒立ちになったところにこうやって切りかかってくるクソガキみたいな感じですよね。うん。いや、みんな年代同じだよ。というか YouTuber 思ったけど、みんな YouTuber ってみんな20代くらいなんだよね。びっくりした。マホトとか、おいおい待てよ待てよ、おいなんで呼び捨てしてんねんということでね、びっくりしたでしょ。マホトとか言って。でもね、やっぱムカつくよね。底辺 YouTuber がさ、マホトってさ、って言ったらキモいよね。やっぱ。その、なんかトミックさんがマホトって言ってたのもちょっとキモいけど、ちょっとうざいけど、でもやっぱその底辺 YouTuber がマホトっていうのはやっぱダメだ。うん。なんて言おうかな。ホトマ。じゃあトマホークさんね。トマホークさんマジで本当にキショいなって思うよね。やっぱ過去の栄光ですよ。所詮。なんかついてる。あ、ツバだ。いや、所詮過去の栄光っすよね、やっぱ、マホトさんもね。ダサいなって思いますけどね。ジェネシス1一気にダサくなったなって思いますけどね。やっぱりね、まジェネシス1がまずね、良かったのに、前までは。なんで音楽活動に絞っちゃって、多分、武井翔もなんか、頭固いからあれでしょ？あの、ジェネシス1に残りたいからっていう理由であれでしょ？あのグループ作ったんでしょ？っていうね、一冊も何も知らないやつがペラペラ喋る。これ、あの、もう、キモさで言うとどれくらいかっていうとね。あの牛糞と人糞を混ぜたくらい気持ち悪いですね。はい。やばいっすよ、マジで。バイヤー。てか、俺もこれ言ってる時期遅いしな。うん。でも、はっきり言ってなんかな、気持ち悪いよな。弱ってけれ、ウィーって言ってくるの。どこがアウトロー事務所だよって思いましたけどね。うん。アウトローって何？
YouTube のアウトローってしょぼなって思いますよね。でも俺は光信者なんで立派な。あでもそんなことより巻き爪いてえよ。いてえ巻き爪マジでいてえ。あ巻き爪いてえよ。巻き爪いてえよ。巻き爪いてえよ。ほへやーということで、まあね、やっぱなあれがアウトローかだ、ね、アウトローって人に迷惑かけることじゃないからなね。確かに毎日投稿は重要なんですけど、やっぱ道を東海オンエアと違って間違えたなって思いますけどね。うん、学生そのやっぱあれですよ、僕東海オンエアってやっぱずっと好きなことやるっていうことを貫き通して今人気になって、俺すごい、ま、あの東海オンエア嫌いだったんですよ。チンコ出したからってね。俺柴田信者だったんで昔は、今もそうなんですけど、最近柴田信者だったんで、その時真面目くんだったんですよ僕。やっぱ中指立てるとかありえないと思ってた子なんで、だから木崎刑事はいいなと思いました。やっぱ ちゃんとねこうやってなんかダサいですけど中指立てないで、この野郎なんで今 YouTuber 中指モザイクかけとんじゃん。いやそりゃ不適切だからでしょ。ビローン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 。ということでね、まあね、そうね、こうね、まあね、そうね、こうね、まあね、そうね、まあ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 ね、言わせてもらうわ、私がな。やっぱね、やっぱ、果物は栄養がいい。よくわかんないですね。ボケようとしたけど、つまらないよ、この上ない。残酷な状況に落ちたのだよ。探してるものは何かなのか、ないものを探し続けている。探し物はないけれど、探し続けてる具の誇張なのさ。即興ソングね。なんか合唱でありそう。具の誇張なんか言わねえだろ。滑稽だけど笑えない。どうも、はじまきよしろうです。いや、まあね。いや、2本目の動画始まってる。違うんですよ。これ1本に2本目の動画をあたかも入れている。あれあれ何見とんねん。おでこ8センチ以上あるっしょ。いや、ということでね、どうも自称 YouTube 評論家の羽島恭志郎です。三の物語さん、うーん、ハンマカンマ、ベベ、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい、バンバババババババンバンバババンバンバンバババババン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 、俺には夢がある、ドキドキするような、俺は夢がある、毎晩育ててる、家から遠く離れてもなんとかやっていける、暗い夜でも一人だと夢見心地でいるよ。建前でも本音でも本気でも嘘っぱちでも夢が叶うその日まで。ダララ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 ン、本物の夢を見るんだ、本物の夢を見るんだ。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい。俺には夢がある。つまんない YouTuber って結局、モノモス系だよね。
で、モノモース系ってやっぱつまんないんですよ。やっぱ人のネタありきなんですよ。そこをどう面白くするかじゃないですか。なんでほんとつまんねえなーってやついっぱいあげていこっか。ミズニャンさんって面白くする気ないじゃん。つまんないよね。でもまあ面白くするっていうよりはただ単にね、これですよ。マニー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 なんですよ。お金。で、考察系 YouTuber キリンとかね。なやなやそれって考察系って。なやなやそれって。意味わかんないな。ワンピース考察してろよ。クソが。全然面白くなかったよね。で、なんか、なんとか詩っていうのつくよね。今度、喧嘩詩が。どうも、喧嘩詩田中です。今まで3000人のやつらをシャンジェン人、滑舌が壊滅的。喧嘩詩どうも、喧嘩詩 YouTuber の鈴木です。いや、まあね、今回の事件から言わせますと、まあ俺がね、そういう批判にやったら、ボコボコにしてやりますわみたいなやつ出てきそうだよね。うん、喧嘩詩系 YouTuber みたいなね。会計士出た、弁護士出た、税理士みたいなの出たやろ。あ、気持ち悪いな、なんとかしって。ねえねえ、それ。なあ。死がつくところ。ね。なんで物申すのって言うけどさ、思ったんだけど、YouTube に物申すことなくない？はっきり言って。全部クソじゃん。プチ炎上ってなんだよって思ったの。あの、ジョンがよく使う。ジョンジョジョーンってあのね、あの、超気持ち悪いあいつ。もう俺マジであいつ嫌い。ほんとあいつつまんねえんだよ。なあ。顔は出さねえわ、つまんねえわ。地獄だろ、あいつあんな。ジョンって。ジオン。ジオンだと韓国人になるのか？誰やねん。って言うと炎上するんですよ。誰やねんお前。じゃんじゃじゃーん。みんながそう思えば簡単なことさあ夢かもしれない。ああでもその夢を見てるのは一人じゃない仲間がいるのさほらここにいるぜドゥン夢かもしれないでもその夢を見てるのは君一人じゃないてん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 縁起ない西方ベルベルランスインザムーン What's the only standby 七度目の one will be by me Austin by meオーステン、ドゥンドゥンドゥドゥン、ステンバーム。すごいひどいね、最近の再生回数ね。お、やっぱヒカル・ラファエルネタやったら100万再生。ちょろいな、YouTube な。うん。じゃあ俺もやるわ。じゃあ、禁断ボーイズの一句に、動画撮ろう。釣り動画撮って、人気、勝ち取ったるわ！